はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10続きやっていきたいと思います。今回ですね、このね、シンメルン水車号のヤクプに話しかけようということで、今、センメル車号ね、水車号まで来たんですけど、メインクエストですね。前回ピラミッドとかでしたので、まあその続きなんですけど、とんでもない強い雑魚キャラとかいましたね。まあそれはまた今度やりますので、まずもはや雑魚キャラじゃないと思うんだけど、雑魚キャラと同じような感じで出現はしましたからね。お前察しておるいうか、小宮平原の南西の山奥にはいい温泉が湧いておってな。わしも若い頃は毎日のようにあそこでセクシーギャルたちと混浴を楽しんだもんじゃ。だが今は腰が痛くてとてもいけん。せめてあの温泉の湯の花があれば温泉気分が味われて昔楽しかった頃の思い出に浸れるのじゃが。のお前さん、おい先短いわしのために、一つあの温泉まで行って湯の花をもらってきてくださらんかの。これメインクエストなの？レッドオブもらえるみたいだけどね。おう、なんと心優しいお方じゃ。名前は？おう、ボッコさんとおっしゃるのか。いい名前じゃのう。では頼みましたぞ、ボッコさん。その温泉は、小庭平原の南西から続く、モンセロ温泉郷というところの奥にあるからの。そういえば、あそこの管理人小屋には、代々温泉の管理をしているという一族が住んでおるんじゃった。あの頃は、綺麗な娘さんが小屋におってな、道すがられた、白梅？白梅の枝かなと薄紅の方がいいよ。渡しては、宝がいいかな。まあ、お読み込みもやるからね。湯の花と交換してもらったもんじゃ。すまんが、お前さんもそうしてくれるかの？白梅の枝だな、これ多分。どうだろうね。白梅の枝は、道中の小庭平原にいるビッグスロースが落とすでな。もう一つの、薄紅の方がいいは、ここらた浜辺でよく拾ったもんじゃ。これらを、管理人小屋におる人に渡して湯の花をもらってきておくれ。くれぐれも頼んだぞ。方外もちょっと怪しいですけどね。宝貝か方外だろうな、あれね。小庭平原、さあちょっとそこ行っちゃいましょうか。もうビッグスロースはまあこれですけど、とりあえずもうちょいね、今75なんで、こちらのレベルがね、もうちょい上げてからまた変えようかな。まあ85まで上がるようには解放してるんで、まあそれ以上のね、クエストも受けれるでしょうけど、まあクエストの順番とね、まあストーリー、まあ物語に沿って上げていこうかなとは思ってるんで、落としたし。あった、あれだ。これね、真の心田の浜辺ってあるんですけど、あの先ほど小庭平原の横ね、これだな。そしてここ入った時にちょっとクエスト1個増えたんですよ。とりあえずこれ取ればいいんだよね。ああ、ここに落っこってんだ。はい。まあ、温泉郷行くんですけど、ここね、入った時に、この波間に漂う歌声っていう336番のクエストが出たので、リプレイできません。これって何なん？これもメインクエストなんかな？まあ、とりあえず今335番やってるんで、まあ、それ終わってからね、こっちだ。じゃあ、そこの温泉郷行って、今、ここ石登録したんですけど、まあ、それ終わったらここ来てやってみようか。さて、なんかあれ、なんで温泉のとこにこんなのあんの？まあ最低これ倒せるぐらい強くなくちゃダメなんだろうね。まあ何出てくかわかんないけど。え？エレメン。ああ、そうなんだ。エレメン、このグリーンは知ってる。あとは知らない。エレメングリーンって、まあ、モンスターズの話だけど、あれ、エレメングリーン4体配合でギャスモンだったっけ？ギャスモンって出てきましたけど、バージョン1で。そっちの方が弱いんじゃないかな、でも。眠ってるってことは、まあ、どうなんかね。
まあ、全体攻撃の方がいいなこれ。まあ盗賊できちゃったから、まあ初見だからね、しょうがないけど。あ、ヘイロンユットが倒すぞ。クロノがいた。まあちょっとした中ボスはいましたけど、これでいけんだね。まあ避けては通れない道ですよね。メインクエストってことは絶対行かなくちゃいけない場所だから、サブクエストとかはね別にクリアしなくても、まあ全クリアできるんでしょうけど。こんなあんの、すげえな。これも帰りに小屋ダイブトじゃん。ここ初だね。ってことは初めてのモンスター出てくるかも。これバールゼブブだっけ。これはバージョン1の結構後の方にいたけど。まあ後の方というか最初から行けんだけど、まあいきなり行ったらやばいかなっていう。新モンスターだけ収録しようか、とりあえずね。でもう一個クエスト増えたもんね。それも、まあやろうかなと思うけど。ギガントドラゴン。え、これ戦ったことあるっけ？あ、あるな。どっかで戦ったでしょうね。どこで戦ったか覚えてないけど、ギガントドラゴンがいる。戦ったのはいいや。あー、イエローバングルとか、で、これグリーンバングルもいいのかな。これは結構倒してると思うけど、62匹。これってなんだ、カバリア。追っかけてきたかな。あー、スプリンガーだね。まあ戦ったことあるようなばっかだね。これマッドルーパーとか。そうなりますけど。バージョン1の時、一応レベル上げてたかも、これで。そういうことだけね。でも26匹だからそんな倒してはいないけど。まあ、またここ来いって言われたら、だから石は登録しといた方がいいんかな。ヘルジュラシックがいるね。まあ、こんなもんか。まあ、新モンスターってのはいないね。大体はまあ、今まで会ったことないようなばっかだけど。小屋はなんかあるかな。なんか裏に、え？なんか、どうですか？よし。じゃあ行きます。私がこの温泉の管理人でルイジナと申します。こんな山奥までよく来てくださいました。ゆっくりと温泉に入っていってくださいね。はい。この人かな？あの、昔なんか綺麗だったみたいな。まあ、素敵なお土産ありがとうございます。そういえば昔、同じように私にこの二つを持ってきてくれた人がいたわね。え、あなたヤクプさんに頼まれていらっしゃったの？懐かしいわ。あの方は今もお元気なのかしら？そう、腰を痛めてらっしゃるの。お気の毒に。じゃあ早速、この温泉の湯の花を届けてあげてくださいな。お気の毒にってこの先の温泉には高い治療効果があるのよ。祠に祀られているありがたいご神体のおかげかもしれないね。まあ別に行かなくていいんかな。じゃあそこは、まあ、とりあえずここまで来たから、そのヤクプさんとこ行っちゃっていいかな。まあここどうなんだろうね。まだなんかすごい続いてそうだけど、後でまた来んだろうな、ご神体の回るってことは。
そこに行けって言われるクエストがありそうだから、まあいや、とりあえずはその時お楽しみにしておきましょう。まあ、思った通りね、移動がね、すごい大変かなと思ったので、まあ、ルーラストーン登録していて正解ですね。おう、ボコさん、晴れやかなその表情、もしや湯の花をもらってきてくださったのか。はい。ありがたい、これで温泉気分が味わえて、ギャルたちとの思い出に浸れるわい。心ばかりネジャーがどうか受け取ってくれ。これが何でメインなんだろう、どうつながっていくんだろうね、後でね。少し年寄りの昔話を聞いてくれんか。以前、管理人小屋には綺麗な娘さんが、住んでたことを話したじゃろ。さっきの人一緒でも。やっぱそうだよね。娘さんのはルジナと言ってな。わしがお土産を渡した時に見せてくれたハニカンダ笑顔が近頃思い出されてならん。なんと、そのルジナちゃんが今も現役で温泉の管理人をしておるじゃと。こうしたら俺、湯の花で腰を直したらルジナちゃんに会いに温泉行ってみるぞ。なんだか急に元気が出てきたわい。おめでとう。これがなんで？なんでこれが、この、何、振り子に、なんだろう、まあメインだからかなと思うけど。特になんか追加されてないよね、チャリチャリにってね。じゃあ、336番やってみようか。レッドオーブは今ちょっと必要ないんで、まあ、お金に変わるでしょうけど。心当たりの浜辺。こんなとこ行ったことないもん、シーンの方は。まあ、とりあえず今回のパートでね、まあ、温泉郷の、まあ、そこがどうなってるかとかね、分かったので、まあ、いずれ行くことになった時にね、以前行った場所ですけど、的な説明はできると思いますけど。あ、いたいた。シノン。はあ、愛しのリュウちゃん。パパ、今の聞かれちゃった？参ったな、リュウちゃんとの思い出は、誰にも語る前って決めてたんだけど。そうだ、私のお願い聞いてくれたら、リュウちゃんのことをあなたに教えてあげる。ね、私のお願い聞いてくれる？はい。彼、リュウちゃんと出会ったのは、誰もいない。早朝の浜辺を一人で散歩していた時のこと。波間に佇む彼はずっと私を見つめて何も言わず寄り添ってきたの。まさに運命的な出会いだったわ。気の合う二人がお互いを理解するのに時間がかからなかった。ゆうちゃん、歌を歌うのが大好きらしいの。だけどここで一つ問題が起きたわ。彼ってばシャイボーイだから恥ずかしがって私の前じゃ歌ってくれないのよ。そこであなたにお願いがあるの。ゆうちゃんに歌を歌ってもらうため、次の二つの道具を持ってきてほしいんだ。また似たようなクエスト。まずは、鉄の木工と、こちら新品でお願いね。出来の良さは特にこだわらないわ。鉄の木工刀ね。ちなみに鉄の木工刀は、王都上春海の北の素材屋などで買ってくるのもありね。売ってんだ。上春海の北ね。もう一つは地獄のヤスリ。これはコニア平原の洞窟とかにいるガニラスがよく落とすそうよ。鉄の木工刀と地獄のヤスリがあれば、リュウちゃんだって歌わざるを得ないわ。私の願い引き受けてくれるわよね。まあまあいいけど。いや、やった。ありがとう。じゃあ今言った二つの動画が揃ったら私のところに来てね。もちお礼はするわ。くれぐれも両方揃えてから渡してよね。リュウちゃんをその気にさせるには二つの道具で同時に攻めるしかないの。うふ、手荒なのやしたくないけど、彼を歌わせるにはもうこの手しかないわ。ああ、リュウちゃんの歌楽しみすぎる。なんだそれ。立ってんのか。鉄の、あ、これだ。あ、あなた新品の鉄の木工刀と地獄のヤスリを持ってるじゃない。ねえねえ、それ私にくれるんでしょ。はい、まあこれでいいですよね。そうそう、私が欲しかったのはこのいかにも危なっかしい道具よ。ありがとう、旅人さん。はい、これ俺ね。おう、いいね。すげえね。これだけで4万もらえるって。うふ、この木工刀とヤスリでゴリゴリすれば、リュウちゃんだって観念していっと、きっといい声で歌ってくれるはず。って何よ、その目は。何か言いたいことがありそうね。え？自分の持ってきた道具でそんなひどい真似はやめろって？はい。
あ、ひょっとしてもしかするとあなた、リュウちゃんって人を脅して撃たせるとか勘違いしちゃってる？なるほど、ははは。まあ説明しなきゃそう思うよね。これは失礼しいたしましたと。リュウちゃんってのは流木よ、流木。あなたに持ってきてもらった2つの道具は、流木を削って楽器にするために使うの。私はね、楽器の素材になる子たちの声が聞こえる楽器職人なんだ。その子の望む姿の楽器に仕上げられるの。前に浜辺を散歩していたら、いい歌声をしてそうなとっても形のいい流木ちゃんに出会ってね。で、どうしても彼に歌わせたかったんだ。それに私が男を好きになるとかありえない。私は楽器が全て。楽器は恋人よ。音も出ない人たちなんてつまんないもの。さて、それじゃあ早速リュウちゃんをスリスリしてゴリゴリしてキュンキュンと泣かせてあげちゃおうかな。ふふふ。その場でリュウちゃんをスリスリしてゴリゴリ始めた。お、追加された。あ、これやんないとダメなんだ。え、ってことはまたここだろ、どうせ。ね、ほら。レンダーシードってなんだ、あれ。シノンがまた何か。まあ、この続きだろうね。やっちゃおう。ああ、黒様。今すぐにでもあなたに会いたい。あ、いやいや、黒様ってなんだ、次。ああ、いつらの旅人さん？いつからそこにいたの？ダメね。いつもの調子が出ないわ。私、どうしたちゃんかしら。ねえ、旅人さん、私の話聞いてくれる？はい。話だけならば。先日、ある男の人が私の家を訪ねてきたの。今回は流木とかそんなんじゃないわ。正真正銘人よ。つまり生身の人間。深く澄んだ海を思わせる彼の瞳を見た瞬間、目の前に無数の稲妻が走ったわ。そう、まるで嵐の前触れのような。私、楽器か恋人とかのたまってたけど、こんなに胸が締め付けられるのは初めてよ。もしかしてこれが本当の恋？だけど、彼と語らう時間は一瞬で過ぎ去った。ある笛を作ってほしいと私に依頼すると、かげろうのように消えてしまったわ。笛が完成すればまた彼に会えるんだけど、その笛がくせ者でね。今まで受け負ったどの楽器よりも作るのが難しいの。何よりもまず私一人じゃどうしても手に入らない素材があって。材料だからね。材料があって。そうだわ。あなたの力を借りれば、もしかしたらあの笛を完成させるかもしれない。ねえ、旅人さん、お願い。愛しの黒様に会うため、笛作りに必要な素材を、材料を集めてきてくれない？もちお礼はするわ。じゃあ、やった。ありがとう。希望が見えたらなんだか元気が出てきたわ。じゃあ、集めてほしい材料のことを教えるね。笛作りに必要な材料は全部で2つ。また2つね。ガマの油と、古竜の骨という素材よ。ガマの油の方が比較的手にありすいものだから、自分の好きなように調達してくれる？古竜の骨は、グランゼドラ領にいるベヒードスを倒した時に手に入るそうよ。古竜の骨は幻の素材と呼ばれている一品。ベヒードスの相手は大変かもだけど、恋する乙女を救うと思って頑張ってね。まあ強いけど、そんなでもない、ね。ガマの油売ってますんで、まあそれはいいでしょう、紹介は。まあいましたね、あれですね。まあギガントドラゴンじゃないけど、これはこれで強いからね。まあちょっと盗賊はね、今そこまでも武器もそうだけど、まあどっちみちレベル上がったらいいもん買おうかなと思ってるんで、まあ貯めてる最中なんでね、無駄遣いはしてないかなっていう。案外強いですよね、これもね。だからあのフレンドさんはめちゃくちゃ強いので、まあ、自分のねこのダメージね、まあ、見て、まあ、このぐらいのものが普段だったらいるんだなぐらいのね。お、一発よし。あとガマの油か。はい、とりあえずねガマの油も買いました。まあ売ってますね、普通にね、まあ、安く買えますんで、まあ、その時で値段違うでしょうけど。まあ、100、200で買えますね。まあ、私がお願いした材料が全部揃ってるじゃない。ねえねえ、早速それを渡してくれる？はい。今回ここまでですね。じゃあ、ありがとう、旅人さん。これさえあれば、あの人に頼まれた笛を完成させられるわ。はい、これお礼ね。レンダーシード。でもね、ここだけの話、あの人に頼まれた通り、笛を作って大丈夫なのかなって少し不安なの。笛を作るように頼まれた時、彼から製法について細かく指示されたんだけど、まともな音がする笛になりそうもないのよ。使う材料も笛とは縁のないものばっかりだし、まあそのミステリアスなところも含めて全部彼の魅力なんだけどね。さて、笛作り頑張っちゃうぞ。待っててね、黒様。あなたに会うまでに笛と一緒に女を磨いておくから。
どうぞ、これは。扉は。で、なんか増えてんの、これ。ん？ちょっと待って。新ギャナ荒涼地帯の海を育む、集落にいるロッサム博士に話しかけよう。これだ。あ、じゃあ、今、これで終わりで、次回ね、ここ行きましょう。リアナ荒涼地帯ね。じゃあ、そこの前まで行っておきますんで、次回ね、そこからスタートします。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけると、すごく嬉しいです。ご視聴いただき、ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。